セシリア。すみません、少し遅れました、テレサさん。我こそは深淵より来たる黒、我こそは雲より降りし白、創生の前より誕生し、隠滅の後に存在する命の水の泉から値なしに飲ませよう。神の鍵、黒煙白火、大霊帝閣出力解放。あなたはゼーレ・フェレライさん、そうですね。はい。あなたはバルキリーのデュランダルさん。ええ、どうやら黒煙白火は新しい持ち主のことをとても気に入っているようです。いえ、ゼーレはただブロニお姉ちゃんを助けるために。いいんです、白火はもともと怪我人を助ける特別な武器です。こんな状況ですから、私もより多くの人を助けたいと思っています。例えばテレサさんの解放をお願いしてもいいですか。彼女の怪我は特殊なもので、他と比べて完治には時間がかかりますから。もちろんゼーレに任せてください。テレサ学園長はみんなの学園長ですから。ではお願いします。これからの戦いは朝礼の部分だけで十分です。これは天命の全主教による危機、当然天命のバルキリーが止めるのが筋です。待って、デュランダル。黙って帰ってきたと思ったら、また誰にも言わずにオットーと戦うつもり？先に言っておくけど、こっちにはオットーと決着をつけたいことが山ほどあるんだから。わかっています。じゃあ私がどんな返事を待ってるか、あんたも分かってるよね。一緒に戦いましょう、キアナ・カスラナ。そう来なくっちゃ。後方が心配なら、こっちにはゼーレがいるし、ハイペリオンにもまだ人手が余ってるから。そうですね。先ほどゼーレさんとは初めて会いましたが、とても頼りになると思いました。彼女なら皆さんの解放も十分できるでしょう。そうだよ、ゼーレは強いからね。当たり前でしょ。ところでデュランダル、急に現れるなんて少しタイミングが良すぎじゃない？それにわざわざ服まで着替えたの？どうやらちゃんと説明しないといけないようですね。なるほど、天命側にもいろいろ事情があるみたいね。けどそんなのどうでもいいわ。何せ今はあのオットーが私たちの共通の敵なんだから。
単純な敵よりもう少し複雑だと思いますが、今のところ私たちは彼に勝たないといけません。あなたたち S 級バルキリーっていつも回りくどい話をするのが好きなの？どうでもいいって言ったんだからもう少し簡単に話せない？ゼーレー、デュランダルにも立場ってものがあるんだからあまり困らせないであげて。その通りね。大丈夫です。思いを口にするのはいいことですから。ゼーレのことはあまり気にしないでください。失礼なことを言ってごめんなさい。とにかく今はオットーの話をしよう。今までの話によると、あいつは明日の夜明けの前にカロスタン以外の世界を500年前に戻すつもりなんだよね。目の前にある教会堂はすでに私たちに突破されているのに、あいつは姿を見せる気配すらない。おそらく彼は今虚数空間のどこかにいるのだと思います。彼は何らかの形で虚数の木と接触したようです。もし世界に何らかの操作を行いたいのなら、彼は世界の外、現実よりも虚数の木に近づける空間に向かわないといけません。オットーが離れた時、一つずつ神の力を接収するって言ったよね。彼の話はいつもそんな感じです。それは多分律者の力のことでしょう。その論理で考えると、まだキアナさんが空の律者の力を持っているなら、彼はあなたと同じ力を持つ神の鍵、旋回一条を使って空間を移動しているのだと思います。それってあいつが現実を離れた時に残した痕跡さえ見つけられたら、そのまま空の律者の力を使って追撃できるってこと？そうなると思います。それにキアナさんが一緒なら、虚数空間でもう一度迷子になる必要もありません。その話だけど少し気になるんだ、デュランダル。今あんたが使ってるその力、別の形があったりする？え？どう説明すればいいかわからないけど、ただ直感的にその力を知ってるって思ったんだ。ごめん、なんか変な質問をしちゃったね。いいえ、その直感を信じてください、キアナさん。簡単に言うと、この力は私が背負っている聖魂と関わりがあるんです。もし昔完全覚醒した聖魂を持つ他の人の姿を見たことがあるなら、そう感じるのも無理はありません。そっか、そういう感じだったんだ。完全覚醒した聖魂、どうやら私ももう少し頑張らないといけないみたいだね。キアナ、まだ力が完全に回復してないの？それはやってみないとわからないかな。結果は悪くないけど、深淵の体験を再構築するにはまだ何かが足りないみたい。でも今の状態なら、約束の力を失ったあいつと戦えないわけじゃなさそうだね。どう？悪くないよね。7割くらいは回復したよ。無理はしてませんよね。さすがに絶好調ってわけじゃないけど、無理ってほどでもないよ。あんたを一人でオットーと戦わせるよりはマシかな。こんな時ゼーレにもっと力があれば。いいの、ゼーレはもう十分力になってるよ。え？その目を見れば何を考えてるかわかるもの。オットー主教と戦うのはとても危険なことです。それに後方でのサポートも同じくらい大事な仕事ですから。分かってます。ただやっぱり少し悔しいです。ブローニャお姉ちゃん、
テレサ学園長、フカさん、みんな全力を尽くして今という機会を作ってくれました。ゼーレも全力を出してもっと直接的な形で二人と一緒に戦いたいって思ったんです。けどゼーレは分かってます。自分の手でみんなを守る、それ自体が誇りに思える仕事だということを。ゼーレさん、どう？ゼーレは思ってるよりずっとすごいでしょ。ええ、では後方はよろしくお願いします。ゼーレさん。せいぜい死なないように気をつけなさいよ。ゼーレが悲しまないようにね。わかりました。じゃあ最後にハイペリオンに連絡を入れておくね。そこまで決めたのなら全力で応援する以外私たちにできることはないでしょ。琥珀さんは不朽なる刃の隊員を連れて教会堂に向かっている。ゼーレの仕事を少し分担できると思うんだ。もちろん長期戦に備えて僕たちもエネルギーと弾薬の収集に勤しむよ。対支配の律者作戦の時のようにハイペリオンを召喚する必要があったらいつでも僕たちを転送して構わない。頑張って。あなたたちならオットーさんを倒せる。彼の計画を終結させられる。私はそう信じてるわ。長光さん、安全な場所に避難すると言ったのでは？そうよ、ハイペリオンは十分安全な場所だと思ってるわ。いいでしょう、長光さんらしいです。ごめんね、ビアンカは私の心配をしてるのよね。今はそういう話をしている場合じゃありません。まあまあ、場の空気を和ませてあげようと思っただけよ。けど虚数空間にもう一度行くというなら、私も以前世界の泡に接続した実験の成果を共有しておいた方がいいかしら。はあ、ちょっともうこんな時だって言うのにまだ隠し事をしてたわけ？話す機会がなかっただけよ。よく聞いて、ビアンカ、それとキアナさん、もしオットーさんが本当に虚数の木と何らかの関係を築いたなら、彼が有する崩壊エネルギーは無限に限りなく近いということになる。一つの答えとして彼には必ず出力の限界が存在するけど、その分相当しつこくてなかなか倒せないと思うの。とにかく本当にそういう状況になった場合、私が記録したある実験結果があなたたちの力になれるかもしれないわ。以前聖剣デュランダルが世界の泡を虚数の木に接続した瞬間、ダーニの神の鍵にある不思議な現象が記録された。その瞬間、虚数の木にあった有限と無限を代表する点の接続点に近い部分にランダムな正常の変化が起きたの。つまりね、虚数の木に接続する空間に変化が起きた時、その区域の周辺で私たちが有限だって思ってたものが一部無限になった。そして私たちが無限だって思ってたものは有限になったのよ。どういう意味ですか？どうしてその二つの概念が互いに変化するんですか？いや、その話自体確かに可能性はあるんだ。虚数再構築、虚数空間の中で起きる特殊な変換、その基本的な性質は長光さんが説明した通りだ。そうね、理論上その2者が互いに変化する可能性は確かに存在する。ネゲントロピーはまだそれを観測できてはいないけど。でもそういう抽象的な概念が私たちの戦闘で何の役に立ってくれるの？言ったでしょ、もしオットーさんが何らかの形で無限の領域に入ったって気づいたら、彼の周りの空間を歪ませ虚数再構築の過程に巻き込み有限の世界に戻ってもらうことができるの。空の律者の力を持つ人にとっては別にできないことじゃない。そうよね。言われた通りに覚えておくよ。ええ、それで十分よ。律者は奇跡を起こせる存在だから、頭の中に正しい方向が存在してるならあとはなんとかなる。そうでしょ。
はあ、これは彼女なりの応援なのかもしれないわね。使えない知識だって言えないけど、仮説が多すぎると現状とあまり関係性がないように感じるわ。あら、見透かされたのね。では最初の言葉をもう一度言うわ。あなたたちならオットーさんを倒せる。彼の計画を終結させられる。私はそう信じてるわ。じゃあ。お見苦しいところを見せました。彼女、本当にユニークな科学者ですね。そうだね。私たちの緊張を和らげることが彼女の本当の目的かもしれない。でもこれで決戦前の準備は全部終わったね。ゼーレ、後方からのサポートは頼んだよ。安心して、キアナ。ちゃんとみんなを守るから。だから二人も無事に戻ってきて。うん、約束する。ええ、約束します。ゼーレさん、ところでデュランダル、何でしょう。この扉を開けたら私たちはオットーとの戦いに決着をつける。ええ、あんたも知ってるようにオットーは実験室で私を作った。私をこの世界に連れてきたのは彼だったし、私をただの実験台、律者を復活させるための容器として扱ってきたのも彼だった。実験体 K423、この名前は彼が私に与えた全ての尊厳だった。その時の私はまだ白紙みたいなもので、生まれた人がこの世界で何を手にすべきか、何を与えるべきかわからなかった。パパが自ら手本を見せて私に善意や真心を教えてくれた。パパがこの世界で最も素朴な愛とキアナという名前をくれたんだ。その後パパは消えた。私は一人で流浪生活を送った。パパを見つけるために、パパみたいに他人を助けられる正義の勇気になるためにね。その時過去のことは全て終わったって思った。けど夫はもう一度現れて、律者の悪意の覚醒を促し、聖フレイヤを壊した。私はもう一度流浪生活を送った。空の律者の罪、先生を失った苦しみ、それから仲間を心配させた後ろめたさを持って。そんな状況で、私はあんたと出会った。立場の違う私たちはすぐに気まずい思いをしたまま別れた。その後もいろいろあって、人と人の関係はそう単純なものじゃない。私たちが最初に想像していたよりもずっと複雑だって私も理解し始めた。だからこそデュランダル、あんたに一つ質問しなければならない。今のあんたは何の肩書きでオットーと戦うことを選んだの？それはいい質問ですね。一人の復讐者として、暴行に抗う革命家として、単に世界の運命のために立ち上がる守護者として戦うこともできましたが、どれも今の私が名乗りたい肩書きではありません。少なくとも彼と再び向き合うとき、私は天命のバルキリーのままでしょう。天命は完璧な組織ではありません。それは理解しています。バルキリーの仕事が天命が主張するような理想的なものではないことも知っています。だからこそ
誰もが選択をしなければならない時、私は天命を、ヴァルキリーを解釈する権利を、あの自分勝手な主教から奪い返さないといけないのです。天命は軍事化した組織で、軍人は命令に従うのが仕事です。ですが、それは天命全体が上司の操り人形になるという意味ではなく、みんなが運命の歯車になれるはずです。何が正しいか、何が間違いか、何が正義か、何が悪か、何が天命か、それは誰かが勝手に決めていいものではありません。一人一人の選択、その道、その人生が世界というカンバスで共に描いた風景のはずです。だから今、私はあなたと共にオットー主教からそのカンバスを奪い、誰もが自由に描く権利を守ります。それが私自身が一人のヴァルキリーとして、そのカンバスに残す色と線です。それはデュランダルとしての意思。私自身にとって、これはビアンカ・アタジナとしての意思です。どんな角度から考えても、オットー主教は私の人生を永遠に変えた一人です。シェイクスピアの作品で例えるなら、彼は単にシーザーやマクベスだけでなく、クローディアスだったり、オセロだったり、ハムレットだった時すらありました。彼はまるで美麗で残酷、偉大で邪悪な芸術品。私たちは彼に勝ち、その歴史の評価を未来の人々に託しましょう。多分本人もそう望んでいると思います。あんたにとって彼は目上の人だけど、複雑で矛盾してる相手なんだね。ええ、ですがそれは私たちの共闘や本気で彼を倒す行為の妨げにはなりません。彼を殺すことさえ覚悟しています。うん、もう十分に伝わったよ。じゃあ、天命最強のヴァルキリー、本格的な戦闘に入る前に、私とチームワークを高めるためのハイタッチをしてみない？何もないの？いいえ、あそこを見てください。あれは現実の中にあった虚数空間の隙間？行ってみましょう。どうですか？その奥にある空間を感じますか？うん、感じるだけなら問題ないよ。その奥で流れてるのはオットーが使ってた力で間違いない。ただそれを私たちが自由に通過できるくらいに広げるのは難しいですか？とにかくやってみるよ。けど一応これは律者の力だから、巻き込まれないように一定の距離を保ってて。わかりました。モーネンを断ち、呼吸を落ち着かせる。何も知らず、何も感じない。
回は一度だけ。なるべく多くのエネルギーを集め、一気に引き裂かないと。今の私の状態だと、普通のコントロールだけでは十分な瞬発力は得られない。とにかく今は自分の限界に挑戦するしかなさそう。神なるもの、変化の極みなり、万物に妙にして弦をなし。してるあいつを止めないと。頑張ってキアナちゃん。あと少しで私が力になれるわ。あんたはメイ先輩？オットーが何をしようとしているか分かってる？分かっているさ。彼がやろうとしていることはヨルムンガンドには何の影響もない。君のかつての仲間にとってもそうだ。むしろメリットすらある。私がいつも自分の目で確認したいと思っていることは知っているわよね。あの男の計画はすでに始まっている。行ったとしてももう遅い。いいえケビン、たとえ時間がなくても私は私のやり方で状況を確認する。そして自分のやり方で仲間を助けるわ。このままだと君はここを壊してしまう。案内しよう。あの場所なら君は思い切りその力を使える。漁師の海。君は己の目的を達成するのにふさわしい雷の律者。ここは？そうだ、メイ先輩の声が聞こえたんだ。頑張ってって言ってくれた。メイ先輩はこの先にいる。メイ先輩、メイ先輩がいてくれれば百人力だよ。人力って、私は超人なんかじゃないのよ。うんうん、メイ先輩さえいてくれれば100倍のパワーを手に入れたも当然だよ。ほんと、そんなことを言うのはキアナちゃんだけよ。私どうしたんだろう。どうして昔のことを思い出したんだろう。ムーンライトスローン、すべてはあの日から始まった。よく数えたらもう1年以上も経ってた。まだ1年だけだったの。いろいろありすぎてもう 4,5 年ぐらい経ってると思ったよ。メイ先輩どうしたの？何かされたの？キアナちゃん、私は正気よ。これは私が決めたことだから放っておいて。どうして？
んじゃない、そんなの認めないよ。ヨルムンガンドになんて行かせない。あの日のことはずっと忘れない。もしあの日に戻れたら、今の私にはメイ先輩を引き止める方法がもっともっとあったはず。うん、もっと前にパプリカカレーの時に、あるいはもっと前、天球史の頃に戻れたらメイ先輩を悲しませることもなかったはず。でもそんなことをしたら今日まで歩いてこれなかったよね。メイに関してはあまり心配はいらないと思うわ。あの子は優しい子、その点に関しては変わらない。うん、わかってる。メイ先輩のことを信じてるし、彼女の気持ちも分かってるから。ただつい思い出しちゃうの。メイ先輩、もう準備できたよ。ここは律者コアの深部、私たちの精神が互いに通じ合う場所よ。私、夢を見てるのかな。そうだと言っても信じてくれないでしょ。どうして早く教えてくれなかったの。あのジャケット着てないのね。え？ずっと着るって言ってたから。あ、それは冗談よ。キアナちゃんはいろいろ変わったわね。そうかな。私たちは何も変わってないってそう思ってるよ。え、その通りね。つまりここは記憶や魂のかけらと出会える場所。そうだよね。そんなところかしら。ただ私たちは本物の私たちで、本物の意志を持ってる。ここはもともと崩壊の意志が作った空間。以前偶然その存在に気づいて、こんな使い方を思いついたの。崩壊の意志？それってすごく危険なんじゃ。平気よキアナちゃん、それが私に影響を与えることはないわ。でもこうして交流できる時間もそう長くはない。キアナちゃんたちはオットーの脅威に向き合ってると思うんだけど、状況はどうなの。学園長、ブローニャ、それから委員長が全力を尽くして前に進む機会を作ってくれた。ネゲントロピーの人たち、ゼーレ、ロザリア、リリア、それからまだ天命に所属してるバルキリーたちも自分のやり方でできることをしてくれた。今私とデュランダルは同じ目標のために最後の戦場に向かおうとしてる。多分これが最後の戦いになると思う。デュランダルさん、仲間としての彼女はとても頼もしいから信じていいと思うわ。それなら私も力になりましょう。これは支配劇場の時と同じだって、そう思わない。制服の雷、私の力を受け取って。同じことが何度あってもキアナちゃんの失った武器は私が作り直す。ありがとう、メイ先輩。さあ、行きなさい。時間がない。そうでしょ。
メイ先輩、私。いいの、わかってるから、キアナちゃん。うん。メイ先輩に話したいことがたくさんあるの。でも、やっぱり今度会う時に話すよ。次は直接会えるんだよね。ええ。じゃあ、行ってくるね。私の戦いを楽しみにしてて。負けないで、キアナちゃん。もちろんだよ。メイ先輩がいてくれれば、百人力だもん。そうね。なら、ちゃんと感じて。この百人分の力を。今だ。一刀両断。デュランダル、今だ。分かってます。ありがとう、メイ先輩。リアンカ、キアナ、やっと来てくれたんだね。アポカリプスの名において天啓を迎える瞬間を共に見届ける君たちを歓迎しよう。君たち、本当に準備できたのかい？私に代わって、デュランダル。
支配はすでにつき、約束も一時的に消滅したが、それらは僕に時間を、邪魔が入らない場所をくれた。そのおかげで僕は律者を超え、直接神に到達したんだ。キアナさん、最後の晩餐の前菜で行こうか。僕の英雄たちよ、心から感謝する。昔も今も僕は君たちに嘘をついたり絶望させたりしたくはなかった。もちろん僕は君たちの尊厳をないがしろにするまで世話をしようとは思っていない。この虚数の力をどう集結させるかは君たちが考えるといい。頑張れ、ヴァルキリーたち。私に代わって、デュランダル。準備はいいですか、ゆっくりし。着地の準備を。もうすぐ戦闘に入りますよ。あれは虚無の種。待ちたまえ。ここの主として君たちをもてなそうではないか。隠滅はここに帰り、神聖はここから生まれ、この力は凡人のものでも律者のものでもない。ここは虚数の最初の姿、大戦世界の真理の化身である。この偽りの神の力をよく味わうといい。魂を沈めよう。頑張れ、僕の英雄たち。僕は地上に降り立つのをずっと待っていたんだ。うるさい、黙って。ああ、いいだろう。僕の演技はたまに自分でも気分が悪くなる時があるよ。ですね。
なるほど、やはり君たちは成長したようだ。来たまえ、これこそ本物の力。天上天下ユイガ独尊。あれはどうやらこれが彼の本当の心象風景のようですね。行きましょう。最後の決戦はもうすぐやってきます。虚数の力、もし虚空そのものの構造を壊せば力も無効化できるんでしょうか。空の力者の力を使うってことだよね。長光もそんなことを言ってた気がする。やってみるよ。お願いします、キアナさん。すでに虚数の木の洗礼を受けた僕は無限だ。君たちが無限をどう征服するか楽しみにさせてもらうよ。これが君たちの無限を征服するやり方かい？偽りの神の力を甘く見すぎているんじゃないか。うっとうしいですね。失礼クリシナ、ヘッ。聖魂律者、虚数の影で虚数そのものを超えようとしているのかい？それができるなら僕は最後まで喜んで付き合うが。たちよ、僕のことを残忍だと思うかい？僕が残忍の意味を教えてあげよう。どうだと行こうか。失礼クリシナ、倒れた者をさらに叩きのめすのだ。今日は特に自己顕示欲が旺盛ですね。その言葉は普通パフォーマンスが終わった後に言うべきだろう。あんたのパフォーマンスがもうすぐ終わるからだよ。孤島の歌で。キアナさん、ここは私に任せてください。無双の歌と言う。
てを壊せない。虚数の木の恩恵を享受している限り、僕の力は再生し続ける。君たちは僕を殺せない。再構築されない力は絶対に無限だ。ただの空の律者だけでは君たちには無理なんだ。キアナさん、今です。あんたの力をあんたと一緒に葬る。ママ、パパ、姫子先生、委員長、テレサ、これはみんなの分だ。頑張ってくれた、ビアンカ、キアナ。この声は、オット。緊張することはない、二人の強き戦士よ。君たちは確実にその一瞬で偽りの神の上にある規則を逆転させ、僕の精神をこのように変えたんだ。もうすぐ全ては君たちの意思通りに落ち着くだろう。だからその前におめでとうと言っておこう。君たちは支配と約束に勝ち、歴史と同胞を壊そうとする僕を止めた。もちろん僕自身にもおめでとうと言おう。やっと遺憾を残さず自分の人生に別れを告げることができるんだ。主教様、私たちはあなたの狂った計画を止めました。今ならその本当の目的を教えてくれてもいいのでは。そのことにおいて君は本当に譲らないね、ビアンカ。なんだ、こんなことになっても僕を仇だと思いたくないのかい？あなたが私にしたことはもちろん許せません。ですが、あなたが育ててくれたことも私は忘れません。それに今でも思うのです。私たちに信じるようにと教えてくれたことを、あなたも心の奥で何らかの形で信じていると。頑固な子供だ。本音を言うと、今日は最初から君たち全員と対立したかった。そして僕を許せない悪人だと思ってほしかったんだ。
確かに前者は成功したが、後者はやっぱり失敗した。はあ、僕は残念に思うべきか、それとも喜ぶべきだろうか。なんといっても君たちは確かに僕に勝った。そしてその瞬間、僕の後ろにいる神にも勝った。それはすごい出来事だ。この経験を生かせば、君たちはいずれ崩壊に勝ち、大事に思うこの世界に永遠の光をもたらせるだろう。そして僕も大事に思っている世界に似たようなことをする機会を得られる。正確に言うと、失われた松明を彼女の手に戻すんだ。彼女？まさか。君たちはもう答えを思いついた。そうだろ？そうさ。君たちに粉々にされる前に、僕は限りなく神に近づくことができたが、所詮虚数の木の奴隷に過ぎなかった。僕は固有世界にきつく縛られ、それを再構築する力を手に入れても何の自由もなかった。だから僕は最初からある賭けをしていた。人類の意志なら奇跡の瞬間を作り、虚数の木の法則を一瞬だけ乱して、それを支配下に置ける。その可能性に賭けたのだ。キアナ・カスラナ、僕に K423 と呼ばれた子供、君は以前愛の力でそれを成してみせた。そして僕は今、怒りにもまた同じことができると証明した。帰るという最後の望みをここにかけた。そして事実は、僕が正しいと証明してくれた。空の律者だけが作れる奇跡は、無限だったものを一瞬停滞した虚数空間で再構築し、あの世界の決死、僕が心を尽くして選んだあの原点にきっかけを与えた。新たな土で根を張り、芽を出すことを可能にしたんだ。それは、僕が力を持ちながらも奴隷でいる時にはどうあがいてもできなかったことだ。つまり、500年前の世界を再構築するために、あなたは現実を離れ、虚数空間の一部、虚数の木の奴隷になる必要があって、あの世界を、あの人の運命を変えるために、あなたはまた虚数の木に追放される必要があったということですか？たとえあなたが死んで存在自体が消えたとしても。当然だ。今の方が誰もが喜ぶハッピーエンドだと思わないかい？プロメテウスが天界の火を盗んだように、奇跡が起きたその瞬間、僕は虚数の木にある現実を超える力を世界の決死に移した。それが歴史に岐路を作ってくれたおかげで、僕も君たちの愛する世界を壊す必要がなくなった。後者は僕にとって重要ではないが、この命の最後に僕と彼女だけの奇跡を見届ける機会をくれた君たちに礼を言おう。僕は自身の罪を背負って死ぬが、前に進むことを選んだ君たちにとって、崩壊征服のはしご、君たちにはもうその最初の段が見えているはずだ。その道は曲がりくねっていて極めて難しいが、その果てに光は確実に存在する。
別れの時間だ、英雄たち。テレサに伝えておいてくれ。残念ながらおじい様は君の就任式に出席できないと。命は脆いものだ。幼い頃、姉は戦場で死んだ。彼女の魂は消えない。天国へ行くのだと彼らは僕にそう教えた。人はいつもそういう嘘で自分を騙していた。来世、そして永遠に存在する意識を信じる。人の世に死など存在しないかのように装い、それは死がその生活に突如侵入し、愛する者たちの身に降臨するまで続く。むしろそんな時になってもなお、彼らはより強く自分を騙そうとして、愛は全てを乗り越えられる、永遠に消えないのだと信じる。確かに愛、そして愛よりもっと幅広い感情は奇跡を引き起こすことができる。だが奇跡を作れるものはその時を生きているものだけなのだ。彼らに騙された普通の人間として僕もこう想像した。人の魂はより高い次元に存在し、いつの日か僕の愛する者が新たな体を通してこの世界に戻って、より良い未来で生きていけると。しかし世界の規則はそうではなかった。死は意識の消散であり、全ての終結である。すでに消散した星の光を続けさせることはできない。一つだけ例外がある。僕たちの時間を逆流させ、沈黙する墓の島を目覚めさせ、命の常しえの水を全てを埋葬した過去に再び注ぐのだ。二つに分かれた道はそこで再び展開され、生と死の選択は二つの世界を形成する。その代価は一人の死、一人の破滅、そしてもともと僕たちを死に追いやろうとしている崩壊だけだ。残念なことに、それを悟った時、夫アポカリプスはすでに世に知れ渡っている悪人となっており、自分の最も必要とする力に徹底的に憎まれていた。だがそれでも構わなかった。彼女は確かに証明してくれた。愛ゆえの怒りは愛と同等の力を持つこと。そしてそんな英雄の裏で、テレサ、僕の可愛い孫よ、君は偉大なリーダーに成長しつつある。いつか君は人々に君のおじい様を忘れさせるだろう。彼の功績と罪は歴史の中に埋もれ、誰も話すことができなくなる。ただたまにはゴーヤ以外の野菜や果物も食べてほしい。君はいつも夜更かしをしているから、もっと栄養が必要なんだ。知っているかい、明日の就任式のためおじい様は君にマントを作ったんだ。君が嫌でなければそれを羽織って君の時代の幕を開き、おじい様が残した汚れをなくすといい。テレサ、僕の古い友達、聖衛仙人
断りの律者。彼らは本当の善人だから、きっと自分の道を歩もうとする君の力になれるはずだ。そしてビアンカ、僕の最後の生徒。僕は君の人生をもてあそんで、君の運命を決め、真心を込めて君を育てながら、君を駒のように扱っていた。知っているかい？この最後の10年で僕が君に見せた全ては、所詮僕がこうして死んだ後に何も刻まれていない日を立てて欲しかったから。ただそれだけなんだ。誰かの評価は必要ない。何しろこの長くて短い500年間は、一人の男がその一方的な願望のためにしたことに過ぎない。こうして彼は旅の終点に着き、彼が果たそうとしたもの、見届けようとしたもの、救おうとしたものはすでに虚数の木の中で芽生え、あとはあの道に迷った死者が全てが終わる前に最後の知らせを届けるのを待つだけだ。その瞬間はそう早くなく遅いこともない。それは死を乗り越えた鎮魂歌となり、奇跡が降臨する賛美歌となる。その瞬間、世界はたった一人のために回る。押し付けられた罪は消え、終結させられるはずだった意志は前に進み続ける。卑劣さは僕が墓に持っていこう。光は君の存在によって未来へと続く。はあ、僕は友人を愚弄し、家族を愚弄し、世界とその上にある規則を愚弄した。それは全部唯一で本物の君に2回目の命を与えるためだった。ただいま、カレン。本気で世界を変えようとしたとき、人は己の無力さに気づく。聖女は民に全てを捧げた。しかし手にしたのは冷たい手枷と口上だった。世界は混沌としている。それは不公平で不合理だ。英雄は迫害され、悪は力を増す。醜いものばかりで美しいものなどない。世界の悪意は悪人が断ち切ろう。明日までの距離、そして彼女に対する世界の逆襲だ。しかし彼女の信者は決
して諦めない。集めることは許さない。たった一人の彼女を救いたいなら、過去で新たな可能性を作るしかないんだ。これは別の未来、そして彼女の時空だ。Flow of the crowd, flutter.
物語はこういう感じだ。僕は遠い遠い未来に行き、様々な出来事を経験し、こうして君に世界の真相を教える機会を手に入れた。心配ない。今回、全ては君のために変わる。遠い昔に君がある少年を変えたように、あれはある春の朝、人に愛されない彼は壁を乗り越えた君に出会った。情熱的な君は彼に挨拶をして一緒に遊ぼうと誘った。その瞬間、その少年は一生分の救いを得たのだ。もう永遠のお別れよ、私の大発明家。